今回は前髪のアレンジでちょっと目立つやり方を紹介していきます。まず目尻からこの一番トップに向かってスライスを取ります。これは前髪じゃなくて違う部分でもできるんですけど、でこっち側に持ってきてこれを4等分、だいたい均等になるように取ったら、右側から隣の下を通って、で次その隣の上を通って下に、で最後下から上に、でここまで来たらこの真ん中2つをこのようにクロスさせるように折り返します。でそしたら次また右側を下から上、上から下で真ん中をクロス、でこれを繰り返して下の方まで編み込んでいきます。で下の方までいったら最後真ん中のクロスを終えたら、この右側3つの毛束を持ってちょっと一回こういうのようにしておき、で上に向かってゆっくりこう引っ張り上げます。で左側だけ毛束が残るんですけど、ここからずつ左右広げていき、この左右のこの部分ですねをよくちょっと空間ができるぐらい広げてあげます。これは途中の編み込みで一回クロスしていることでこの空間ができるようになります。これをすることで遠くから見た時にでも飾りがついているようなそういう感じの編み込みになります。こんな感じですね。そしたら毛先の方をゴムで留めます。で左右するとこんな感じで、ポイントはこの輪っかの綺麗にできてるところがポイントですね。自分でする際もこの輪っかの作り方に注意して広げ方とかですねやってみてください。今回は以上です。